皆さんこんにちは農学エトセトラ2024年8月の配信になります皆さんいかがお過ごしでしょうかこのプログラムは農学への興味を持たれている方により農学へ親しむきっかけを感じていただければということで始まった番組です 毎月梅若会が開催する能の公演についてもご紹介しているこの番組なんですけれども今日はちょっと特別編ということでやっていきたいと思います。というのもですね8月は梅若、えー、会の停止機能があ開催されないということなんですねこれ毎年のことなんですけれども代わりに今回は8月実はちょっと特別な催しというかですね企画というのがありますのでこれについてちょっとお伺いをしていければと思っています。 今回も農学士の松山隆之さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう暑いですけれども。暑いですね。はい。皆さんどうでしょうね。皆さんどうでしょう。まあ <laughs> 皆さんも多分ですね。はい。はい。あの猛暑の中、耐え忍ぶ毎日おくって言うと思いますけれども、くれぐれもお体にはお気をつけいただきたいと思うんですが。そうですね。はいはい、で、八月なんですけれども、先ほど申し上げました通り、定式のは開催されないんですけれども、ちょっと。 別の催しがあるんですね、はいはい、でそれが夏の虫干しこれを公開するというような、はい、あことが8月29日と30日2日間行われます虫干しというのことについてです、ね、ちょっと聞き慣れない方もいるかと思いますでこれについてちょっとお伺いを最初にできればと思うんですけれどもこれは何が公開されるんですかね、はい、あの普段舞台で使われている綿装束 これらを、えー、蔵収蔵庫から、えー、取り出しまして運び出して一度には終わらないので、えー、何回かに分けながら全部をこう風を通すということを行います、うんはい、舞台で使われている綿装束これは、まあ、ただ使われているだけじゃなくて、まあ、梅若家もものすごい歴史がある、ね、ところだと思うんで、はい、そうすると 結構貴重なものもこれ展示されるといもう歴史のあるものから、えー、現代のものまでが、はい、え一堂に会するといいますか能の舞台で使われる綿装族というのは、はい、いわゆる季節を表現はしますけど、えー、季節によって使い分けるということが、あのー、ないんですね。例えばその夏の洋服だったら薄いもので冬だったら重ねの、えー、洋服を着るというようなことは行う ただ舞台では役柄で冬であっても人への装束を着て身につけていたりその逆もまたあるわけですね。なのでいわゆる衣替え的な衣装の整理は行えないんですよ。そこで虫干しという形をとって全部を確認をしながらまた状態を 元に戻していくとか、うん、はい、もちろん虫よけということも行う。うん、はい。まあ虫干しというぐらいですから、はい、まあちょっとこう虫がつかないようにと言いますかね。うんねうん、はい、これ季節ごとにやるものなんですか。それとも一年に一回このタイミングでっていうものなんですか。はい、もう現代では一年に一回、ええー。はい、古くはあの七月の下旬ぐらいに行う。うんえー、それも天候が。え三日間ほど晴れが続いた時の。はい。 乾燥した時期ですね、梅雨が明けていて、真夏の少し手前ぐらいが望ましいということなんですが、現代はあのエアコン、除湿ができるので、はい、ある程度日程を、演者たち、うんうん、作業する人たちの都合で日がずらせるという、うんうん、なので今回、8月、秋の入り口ですね、はい、に行うという形になっています。うんはい ありがとうございます、まあ、そういった装束が一堂に会して、まあ、その本当に歴史のあるものもあるでしょうから、はい、あのその状態を見たりとか修繕なんかもするっていうようなまあ期間として今回の虫干しがあるっていうことだと思うんですけれども、はい、これがやっぱりこう一般公開されるとなるとですね、うん、まあこれで今聴いていただいてる方でこう見に来られる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、なんだかこう。 ものすごい小族ってこう華やかなイメージがやっぱりあるんですよね、はい、こう役柄に応じてってことも先ほどおっしゃってましたけれども、うん、本当にこうなんて言ったらいいんでしょうかねこう貴族の装いを表すものであったりだとか、はい、なんて言ったらいいんでしょうねこの絢爛豪華なと言いますか、はい、まあそういったものも多分にあったりすると。でねでまあ、あるいはそこにこにう、はい 実際そこでおられているこの柄といいますかね、うん、絵といいますかそういったものもあなんかこんなに丁寧な手仕事で、うんあのー、あるモチーフを表現してるんだみたいな、まあ、そういうデザイン的なところも含めて、はい、こう服飾に興味のある方とかも、うん、こうすごい楽しめるような、まあ、お,お,お客さん側からしたら、はい、あそういう催しになるんじゃないかなと思うんですけれども実際お客さんには。 どんな様子で見ていただけるんでしょうか結構近くで見ることもできるんですかねそうですねあのー、もうブティックに行って手に取って洋服を見るぐらいな距離感ですか <laughs> ただ手に取ることはできませんがさすがにただもう本当に息の届く距離感でガラスもなしで、はい、えー、間近に見ていただくうん、うん、そのぐらいの距離でうん、うん、えー、面も表も装束もえーうん、ご覧いただけるような状況になると思います ある種ののそういった形でも見に来ていただけるような、ねはい。チラシ見ていただくと、はい、舞台一面に装束が吊るし下げられているそちらに足袋を履いていただいて舞台に上がっていただく、ねはい、なのでもうえ肌に触れるほどの距離感で一つ一つの、うんえー、ある意味傷んだ部分の えー、細かさも見ることもできますし。し、うんえー、金属紙の輝き具合というのも普段数メートル離れている様子と違ってうん、うん、間近で感じていただくことができる。うんうん、そんな一日です。はい、表もそうですよ、ね。表もそうですね。うんうん、で、あの袴の形状の大口とか半切りというものもそうですし、うんうん、前の衣装の大袖の、えー、長剣とか仮着とかいったものも、えー 使われて、えー、干されててさいますのでそういったものも目にしてまた絵画的な中継といった、ねはい、その日本画の技法が存分に表現されているものも間近で見ていただくこともできますし、はい、はい、本当にあの和の文化に興味があれば絶対に見た方がいいという機会になります。 だいぶな量になななりますす。よね、そうんでので今回は2日間の、えー、うち2回ずつで4回計4回公開するわけですが、はい、本当はそれでも足りないんですね。午前中とかお昼間には、まあ、そこまで、えー、見るに応、えー、えられないかなという日常的な装束、えー、はもう先立ってます。 こちらは虫干、えー、し,しを作業させていただいて、はいでえー、美術鑑賞の、えー、要素の強いものを夕方の展示の時間に見ていただくような形をとりますす、えー、そうなんですね、うん、あの僕この前大阪にちょっと行く時があって、はい、その時たまたま国立民族学博物館で,です、ねはい、日本の仮面展っていうのがやってて、うん、こうそこに結構。 その,脳の表なんかも展示されていたりなんかして、はい、まあそういったふうにちょっとガラス越しであるんですけどこういうものがあるんだなみたいなところでこう本当にねあの中間表情ってよく言いますけれども一般的なまあ皆さんが脳の表として想像されるような,なんかこう表情がなかなかつかめないものだったりちょっと般若を模したようなものであったりだとかこういろんなものがあったりしてすごいななんてことを思ってたんですけれどもこの。 虫干しではまた何て言ったらいいんですかもっとこう色とりどりのものが見られるんじゃないかっていうような、ね、そうですね能面ですと同じ形状の例えば女面だったら、うん、全てが一緒ではなくてその一面一面によって五分の糊とか二皮の糊とかが全く違うんですね,な,るほどねなのでそういったものも,見比べもう並んでますので,そうです、ね、見比べて、えーえー、お楽しみいただくことができるという、うん、はい。 これ多分貴重な経験なんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ皆さんにも来ていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、松山さんも多分この虫干し実際に作業をされながらここの当日いらっしゃると思うんですけれども、はい、えこんなのあったんだってこう改めて再発見するみたいなこととかもありますか、あのー、古いものとかとか再発見でいうと、うん、自分がこうだんだんいろいろな役を務める 経験を積むことで、まあ、目が肥えてきているとかっこよく言うといいんですけれども模様の表情とか、はい、気づかなかったところも、えー、改めて感じることができるようになったりうん、うん、あとはやっぱり10年20年経つと傷んできてるなっていう装束、うん、のやっぱ消耗品という。 面の強いところが、はいえー、感じられるようなこともありますし、うんうん、あとは、まあ、修繕の大事さということなんかもね、うんえー、気づかさ能楽師さんにとってもそういった気づきもあるでしょうしそして、まあ、これ見ていただく皆さんにとってもですね、はい、なんか貴重な経験というか。 そうですねすごく楽しいというか見ていて楽しいようなそういうものが揃ってるかと思いますのでぜひ皆さんお越しいただければなというふうに思います実はコロナの時に一回企画が止まっちゃって公開が久々なのでぜひ今回はそうなんですね何年ぶりみたいなことですよねそうですねそうなんですかなお一層皆さんお越しいただければと思います夏の虫干し えー、8月29日と30日に公開されます。えー、4時半6時確実ありまして、まあ、その2回ずつで4回ですね、えー、見ていただくことができます。旅をお忘れないように、はい、はい、お願いいたします。えー、場所は梅若能楽学院会館、いつもの能楽堂でやりますので、ぜひお越しください。お,もお申し込みはですね、えー、梅若会の公式サイト からですねお申し込みフォームがございます。えー、そちらからお申し込みいただければと思っております。はい。はい、8月は夏の虫星あります。はい。よろしくお願いします。9月にはまたいつもの通り定式のありますのでそちらもぜひ足をお運びください。農学、はい、エトセトラはまた来月お会いいたしましょう。松山高之さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。それではさようなら。